しようぜ。俺の名前は内山かける。どこにでもいるパチンコ好きの会社員だ。お？来たー。あたり。おー、いいなー。給料日に一発当てるなんてついてるなー。こりゃ幸先いいぞ。俺は金があればパチンコに使ってしまう。パチンコ好きというか、もう軽く依存症なのかもしれない。でもそれで誰かに迷惑をかけたことはないし、借金するまでは言ってなかったので別にいいと思っていた。給料日は月で一番幸せな日だ。この日は絶対に金がある。つまり思う存分打てるからな。あー、結局2万円つぎ込んで5000円の勝ちか。一度当たった後でやめとけばよかったな。まあいいや。気楽な男の一人暮らしということもあり、自由気ままに生活している。帰宅時間をとやかく言われることもないので、特に週末はパチンコ三昧。はっきり言ってパチンコができればあとは何もいらない。毎月の給料は手取りで23万円くらいだが、ほぼ全部つぎ込んでいる。ちなみに今住んでいるのは会社の社員寮で、家賃は給与天引き。食費も会社がある日は3食、社員食堂で食べられるので、こちらも給与天引き。つまり給料を全額使っとって、痛くも痒くもないのだ。明日は土曜日だけど、まだ金あるから大丈夫。おやすみ。土日といえば朝からパチンコ。集中するために好きな音楽を聴きながら挑む。今日は3万円までにしよう。昨日は損しなかったけど、今日はわからないからな。自分の中で上限は決めておく。俺だってちゃんと考えてるんだよ。金がなくなったら次の給料日までパチンコができなくなるからな。それは困る。すみません、タバ飛ばないんですけど。申し訳ございません、少々お待ちくださいませ。チッ、もし大当たり中だったらどうするんだよ。危ねえな。休みの日は朝から店に入り浸りだ。好きな台に張り付いて当たるまで打つ。ただまあ当然当たり外れあるからな。いくらやっても当たらない日もある。くそーくそー、今日は来ないな。ああ、そろそろ行こうかな。お腹空いたし。あなたまだやるの？朝からいるでしょ。聞こえないのかな。おばさんうるさい。俺はパチンコ打ってれば飯なんかいらないんだ。結局この日は大した当たりも出ず、4万円の損を出してしまった。まあよくあることだ。いつからこんな生活をしているのか正直覚えていない。仕事に捧げる情熱なんてものはないし、女には興味がない。付き合いのある友達もいない。気づいたら暇つぶしだったはずのパチンコが俺の全てになっていた。当たりが出た時のあの感覚を味わいたい。ただそれだけのためにパチンコをやっているようなもんだ。そして俺は全く変わらないあの頃のまま60歳で定年退職した。暇だな。ちょっと出てくるか。社員寮には住めなくなったので、今はアパートを借りて暮らしている。築50年の物件で家賃は4万円。年金はまだもらっていないので収入はない。でも俺には退職金がある。あーいいね。おおいいねいいね。いいよ来いよ。あ、いいな。もうパチンコ歴20年以上だからね、相思相愛なのよ。仕事を辞めたおかげで時間は無限にある。さらに退職金があるおかげで資金も無尽蔵だ。ただもちろん無計画にお金を浪費してはいけないので、パチンコに使うのは1ヶ月に10万円までと決めている。くそー、あそこでやめてりゃ3万の儲けだったのに。今まで一体どのくらいパチンコにつぎ込んだかわからない。これのおかげで万年金欠でいつもギリギリの生活だが、俺はパチンコ一筋だから別にいいんだ。
今日だけで5万円使っちまったな。その分食費を削ればいいよな。退職金があるからお金に困ることはない。パチンコに使うのは1ヶ月に10万円までというルールもある。それを守っていれば年金をもらえるまでは暮らせるだろうという読みだ。ところが、なんだ、頭が痛い。初めての感覚だった。頭が締め付けられるような激しい痛み。すぐに吐き気とめまいがやってきた。のたうち回るような苦しみ。そして気づいたら俺は病院にいた。内山さん、生年月日は？あれ、思い出せない。生年月日ってなんだ？私の言っていることがわかりますか？なんだこれ。何言ってんだこの人。世の中でこんな恐ろしいことがあるのか。どうやら俺は脳梗塞で倒れたらしい。運よく一命は取り留めたものの、目覚めたら脳の働きが著しく低下している状態で、喋ることもままならないほどになっていたのだ。内山さん、いいお天気ですね。はい。これ読めますか？違う、そうじゃないんだ。脳梗塞になった原因は明らかだった。仕事を辞めて急激に運動量が低下したこと、それまでの食生活がめちゃくちゃだったこと、さらにパチンコで一日中台に座っていたのも原因の一つだろう。それから丸々1ヶ月の入院期間を経て退院したが、右足に軽い麻痺が残った。今回の入院でかかったお金は30万円。しかしそれはまだ始まりに過ぎない。今後の治療にもお金はかかる。さらに生活そのものを改善しなければ再発のリスクは避けられない。これからも通院が必要だし、再発の可能性もある。もう嫌だ。もう俺なんかどうなったっていい。自分でもどうしていいのかわからない。突如降りかかった病気という名の災難に俺はすっかりおじけづいていた。そして気づいたらこれだ。あら、久しぶりね。いや、どこ行ってたの？てっきり足を洗ったのかと思った。誰が？やめっかよ。そうよね、楽しいもんね。もう追い先短いって分かったんだ。どうなったっていいや。もうすっかり諦めの境地だ。だって今さら生活を変えるなんてできっこない。もうなるようになれ、そう思ったのだが。ああ、内山さん、またここ来てる。ああ、ちょっとダメですよ。今日はお家にいてくださいって言ったじゃないですか。ほー、あのね、ほらもういいやだよ。パチンコやりたいからやらしてくれ。ダメですよ、内山さんまだお若いんだからリハビリに努めましょうよ。やだよ。どうして？だってどうでもいいもん。この人は入院している時からお世話になっているケアマネージャーだ。俺は60歳にして要介護1の認定を受けた。つまり日常生活に介護が必要ってことだ。あなたには生活の改善が必要なのよ。あのね、リハビリができるデイサービスもあるから週に1回通ってみません？やだ。そう言わないで。行きたくない。困ったわ。俺はパチンコできたらそれでいいの。あれがリハビリみたいなもんなんだよ。ん？リハビリ？そう、そういえば、ようこそデイサービスデイベガスへ。え？
さあさあ、内山さんのお好きなスロットありますよ。本当だ。こちらのコインで遊べますよ。やるやる。なんとケアマネージャーが連れてきてくれたのはカジノ体験ができるデイサービスだったのだ。そこにはカードゲームやルーレット、スロットなどカジノでやるような娯楽が多数用意されており、一日中遊んでいいというのだ。おっしゃー、すごい内山さん、お上手ですね。そりゃね。はい、当たりがたくさん出た方にはシールをプレゼントしてます。あんなに買ったのにシール？ここでは勝った数だけシールを差し上げて、その数を利用者さん同士で分かるようにしています。なるほど、健全ですね。はい。金にはならないの？なりません。買ってもお金になるわけじゃないから、そこはパチンコとは全く違う。お金を得られるスリリングな感覚はないものの、俺はそのデイサービスが気に入った。それにここに来れば他の利用者の皆さんもいる。ラン、お兄さん上手だね。また負けたわ。もう一回やりましょう。こんな俺でもみんなが話しかけてくれる。ここに来れば仲間がいる。週に1回通い始めて分かったことがある。他の利用者の皆さんは大体俺よりも年上で重い症状を抱えている。歩行機能の低下、認知機能の低下、嚥下障害など。それでも皆さんの表情は明るい。俺みたいに腐ってる人は一人もいない。俺は何してるんだ。まだ60代で右足以外は大体自由なのに、もっとできることがあるんじゃないか。内山さん、どうですか？楽しいね。あと、いろいろ考えさせられたよ。考えさせられた？俺は脳梗塞やって、もう人生終わったかと思った。でも他の利用者さんを見てたら、俺なんかまだひよっこだなって。そりゃそうですよ。内山さんはまだお若いんだから。そう、若いよね。まだまだ青病炭だよ。そう、俺はまだまだひよっこだ。だからここで人生の先輩方にたくさん教わって、逆にたくさん教えていこう。依存していた俺を救ってくれたこの場所で、こんな俺にだってまだできることがあったんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。